にちは、もちのしゃです。私はセリ、日本人のアーティストです。 And I'm Daniel from Canada。 2人合わせて、もちのしゃと言います。私たちは影絵劇を中心に世界各地で舞台公演を行っている国際パペットカンパニーです。私たちは去年5月に国際交流基金サンパウロ支局の皆さんにお声かけていただいて、初めてブラジルで影絵劇の公演をしました。とても楽しかった。影絵フェスティバルに参加しまして、たくさんの素晴らしいアーティストの仲間やスタッフの皆さん、それから学校ではとても可愛らしい子どもたちの笑顔に出会えて、本当にかけがえのない経験になりました。さて、今は6月、日本では梅雨の季節になりました。もう毎日毎日雨ばっかりで鬱陶しい季節になったんですけれども、そんな時日本ではある風習がありまして、このてるてる坊主っていう人形を窓に吊るして晴れる日を願うっていうような風習があります。お化けですか？怖い。怖くない。お化けではなくて、てるてる坊主っていう人形ですね。これを吊るせばちゃんと晴れてくれるっていう。ああ、そうですね。そうなんですけど、実はね、この風習少なくとも江戸時代から続いているらしくって、で、実はその江戸時代には、こう今ティッシュで作ってるんですが、こういうなんか立体的な形ではなくて切り絵でできてたらしいんですね。切り絵といえば私たちがやってる影絵と全く同じテクニックで、そういうわけで今日はちょっとその江戸時代のちょっと違うかもしれないですけど、切り絵バージョンのてるてる坊主を作ってみました。かわいいね。お化けではない。さあ、今日はこの切り絵の影絵人形のてるてる坊主を作って願掛けをしたいと思います。土砂降りの雨の中にいるみたいに、今私たちも皆さんも先の見えない未来に暗い気持ちでいることも多いと思います。でも止まない雨がないように、空にまた晴れ間が見えるように、未来にもきっと光が差すと信じています。ブラジルの空の下にも虹が差して、皆さんの笑顔が見える日が来ますように。その時にはまた皆さんのもとで影絵劇の公演ができることを楽しみにしています。以上、もちのしゃでした。